皆さんこんにちは。静岡朝日テレビアナウンサーの宮崎玲です。私は今サタハピプラスという番組のガレッジセールかわちゃんのサタ散歩というコーナーと、あとはとびっきり静岡、サタハピ静岡などに出ています。まあ、1年目はですね、本当に毎日こう新しい仕事の連続でずっと挑戦のしっぱなし、突っ走りっぱなしという感じだったんですけれども、2年目はもうちょっとしっかりして大人の落ち着いた女性のアナウンサーになっていけるように努力をしていきたいなと思っています。どうぞ皆さん見守ってください。よろしくお願いします。